はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。4月の12日に11日が明けて12日になりました。1ヶ月前の話ですが、3月の13日に相川のあの開発センターで山崎亮さんっていう人がまた去年に引き続き来て、まあ講演と、なんだろう、ワークショップらかいうもんやったっつうんだけども、それイカレン買って、たまたま今日12なんだ12チャンネル回したらやっとったもんで録画して、夜1時間何分20分番組ぐらいの、もうなんか初め最初から最後まであっという間に今見てしもたような、そんな感じでした。あの人台本なしというか、何を話するか全然その時行き当たりばったりと、まあそんな言い方したらあれなんだけど、だっちゅうて、お客さんにの反応によって話の内容を変えるという、そのまあ1時間何分20分ぐらいずっと前半のその講演は喋りっぱなしで、いろんなところのその事例みたいなのを出してもらったりして、まあ流しそうめんの話があったりとかいろいろ面白いとこもあったんですけど、まあ要はまあ、アイカの場合佐渡金山のその世界遺産登録をして、それをが通った暁に今自分らは何をしているのかっていうことを問われておりました。オラちゃん問われたような、そんな気がしました。何がしているのか、本当に その後にどうしているのかって、何をしているのかっていうことを、まあお客さんがいっぱい来ることがいいのかとか、金が落ちることがいいのかとか、まあいろいろ言われて、なんか思い知らされたような、もっぺん改めて何のためにこういうことをやっとんだか、そういう運動をしとんだかっていうのを考えさせられた、そういう1時間何分番組でした。なかなかはっきりものを言う人っていうのは、なんかやっぱり真実味があって嘘がねえでいいなと思っておりました。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、まあ酒の話とは全然関係ねえんですけど、そんな感じでした。はい。